昨日海に入ってみればびっくり、サンゴが産卵していました。白いつぶつぶ、それが卵です。旧暦の4月15日の数日前に産卵を迎えるのが恒例、ツツミズタというサンゴです。サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。海を楽しむにはコツがあります。今回のツアーは初シュノーケルのお二人です。貸し切りツアーで楽しんできました。ボートから海に入ればまずすることの一つは呼吸の確認。背中とお尻を浮かせて全身の動きはストップ。呼吸だけをしっかり行いましょう。最初はドキドキ不安、顔を上げてしまいがち。そこをぐっとこらえたらもう大丈夫です。次は立ち泳ぎの練習です。これができれば海を楽しむ準備は完了です。さあ、サンゴとお魚さんが待っています。まだちょっとぎこちないバタ足ですが大丈夫。もう少しお魚さんに近づいてみたい。その好奇心がレベルアップへの原動力です。時間が経てば経つだけ足の動きが変わっていくお二人でしたね。これだけたくさんのお魚さんに囲まれれば不安なんてどこへやらです。気になるお魚さんを指さして楽しむ奥さん、レンタルカメラで撮影を楽しむ旦那さんです。海を楽しむにはコツがあります。そのコツを最短でアドバイス。それが少人数ツアーのしっかりサポートです。海を楽しみたい、その気持ち応援します。初めてのシュノーケルでも楽しめる、それがサンゴ礁の海からのツアーです。ほら、もうベテランの泳ぎに変わりましたね。ご夫婦揃って楽しんだ初めてのシュノーケリングでした。